バウヒニアは、香港原産の豆かジャケツイバラ赤の木で、大きな厚い葉と赤紫色の花が特徴である。花の名前の、ブレイカナは、第12代香港総督である、ヘンリー・アーサー・ブレイクにちなんで命名された。蘭の花を連想させることから俗に、香港蘭ン派の形が、羊のひづめに似ていることから、妖亭木という名も持つ。大きな厚い葉と、 赤紫色の花が特徴である。花の形は卵に似た五弁の花であり、他の豆花の花とは雰囲気が異なる。花が咲くのは冬である。熱帯、亜熱帯に生息する植物で1880年に香港で発見された。新種としての報告は1908年である。バウヒニアは香港原産であり。 このことから、香港の象徴として1965年に、香港の資源として選ばれ、また香港に関する、様々な旗や貴重、紋章に描かれる。香港では、公園、庭園などの樹木としてよく見られる。豆科の袴カズラ族バウヒニアの花木を一般に、バウヒニアと総称して呼ぶこともある。袴カズラ族の種は200種を超える。中国語では、 通常、要、紫薔薇というが、香港基本法の区域区章についての規定は、紫薇と呼んでいる。紫薇は本来、同じ豆科に属する花壺を指すため、香港のシンボルであるバウヒニアも、誤って、花壺と訳されることがある。ありがとうございます。